はい、どうもひろと申します。今回の動画はショータイム久保建英おすすめ育成紹介やっていきます。選手詳細見ていくと173cm プレステルチャンスメーカーで、適性がセンターフォワード、セカンドトップ、トップ下、そして右サイド、この5つですね。逆足はやや低い普通と、ブーストボールキャリープラス2ということで、ドリブルボールキープスピードボディコン、この4つがプラス2上昇します。スキルも完璧っす。マジでラブターシューラモメンタム、コーンカミドル、ワンパワンシュー、スルーパス、ピンクル、アウトスピン、無駄がないね。やばい本当に。ということで、こちらが久保のおすすめ癖になります。パス4、ドリブル8、瞬発10、スピード13、スカットに入れるとこのような能力になります。ドリブル8ぶりなんですけど、大体モメンタムがプラス6からプラス8って言われてるんで、上昇値がここぐらいに抑えておけばいいのかなと思います。マルコスジュニオール使っててめちゃくちゃいいんで、もうこの久保も間違いなく強いです。正直レベル上限はね、思ったほど高くはなかったんですけど、さすがにね30後半で来たらぶっ壊れだったか。まあただレベル32でもかなり強いんで、ぜひね当たった方はこちらの育成も試してみてください。まあ使うならトップ下か右ウィングかな。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。